そこの部分を分ぐらいに今言われても困るんだよね、それは。まあその中、うん、もうちょっと早く言うのがいいかもしれない。そうか、さ、うん、ね、さあ始めてみてください。あ、ね、テーマ名、今日はね、文房具というテーマでね、はい、ラジオネームチェリマツさん、はい、社会人になりたての頃、パソコンに付箋をたくさん貼っていましたが、貼りすぎて何の付箋なのかが分からず混乱しました。ドラマでよく見た仕事ができる人の真似事で本当に仕事ができるようになるとは限らないとその時に気づきました。確かにね、だってなんか書いて貼るじゃん、付箋って書いた結果は分からなかったんですよ、ね、それが書いたね、それが、ね、でこれその時は分かるんですよね。仕事できる人は多分貼ってすぐそれをもうやっちゃうから剥がすっていうのが、そうですね、できる人だよね。それが僕ができないのであればやることだけが不正だけが溜まっていっちゃうっていうのは、剥がさなかったのか、その仕事を全部やんなかったのか、やってないのか、ね、全部、ね、残ってるってこと、結局貼ってるだけで先送りしてて変わんないんだよね。ね、そうなのかもしれない。